大丈夫かえなんでここにいるのって <laughs> いやお前ささっき電話したのに出てくれなかったからお前が電話に出ないことって今までありえなかったからさだから 何かあったんじゃないかって心配して家まで来たんだよ。そしたら、お前のお母さんが熱が出て寝込んでるって言ったから、無理言って上がらせてもらったの。は別に来なくてもよかったのにって、あのさ、 俺はお前のこと、人一倍心配してんだから、そういうこと、あんまり言わないでほしいな。うん。<laughs> とりあえず、今日は特別に許してやる。あ、そうだ。 お前のお母さんさ、もう仕事に出るって言ってたから、いえ、誰もいなくなるんだってな。いや、なんか作ってやろっかなって。その体じゃ、何もできないと思うからさ。いや。 お前は俺をどう見てんだよ。これでも自分の家では炊事担当なんだから、案外料理はできる方よ。嘘じゃありません。まあ、嘘だと思うなら、俺の作ったもの見てから言って。とりあえず、台所貸してもらうな。 いやどこまで心配すんだよ <laughs> 大丈夫だよちょっと待っててなはいよお待たせ <laughs> 食べやすいものがいいかなって って思ったから、とりあえずおじやにしてみました。だろちゃんと作れてるだろちなみに、そこら辺のスーパーで売ってるレトルトじゃありませんので、それは最初に言っておきますね。な、ちょっと待って。お前、病院から薬もらってるだろ お母さんから聞いたぞ。食事前に飲みなさいって先生に言われてるらしいじゃん。ほら、水も入れてきてあるから、とりあえず飲みな。は口うるさいお母さんみたいいや、どういう意味だよ。 そのまんまの意味って。<laughs> まあ、でも、俺がこうやって口うるさくなるってことは、お前のこと、ちゃんと心配してるって証拠なんだからな。わかった <laughs> 本当にわかってんのかよ。このバカたれ